狐も。狐を食べたの？狐も死んで、狐は食べた。タヌキはね。アジフライがありますね。
カみたいな話やけど、あんた便食うちょっとしたっつって乗員が落下山で降りてきてね、うん、ちょうど彦島のね関門トンネルの文字が あれ ここの関門トンネル、鉄道、うん、鉄道トンネルのね入り口にね、うん、落下山で落ちたっつって、うん、情報だか放送が流れるわけよ、うん、でみんな竹槍を持ってね、ああ、いや敵でしょ、敵を、アメリカ人、アメリカ人竹槍を持って行ってくださいっつって、あんたとっとっとこ走って彦島のあんた関門トンネルと鉄道トンネルの入り口まで僕は行かんかったけどね行ったのいっぱいおるやから竹槍持って彦島でしょ、身もそがが彦島行くの、ああいなくなるでしょ、それ別に竹槍持ってわっせわっせあんた、電車通ってない、うんね、空襲でやられ、電車乗ってくのもすごいけどね、電車乗ったって駅までしか路面電車乗ってくるのね、竹槍持って、でもその放送が流れるんだ、放送が流れる、なんか放送のスピーカーがあった。スピーカー。日の山かなんかあったのかしらね。あったかなんか。まあ、いずれにせよ放送が流れるもんね。妨害感があったけど、うん。種が。お？うわ。種がついちゃった。ああ。